メイク間に合わなくて、はい、すいません、ちょっと呼ぶの
早かったですか。もうちょい、もう10分あれば。あ、わかりました。はい、すみません。真面目に行くと。その歌詞、カプキンでござる。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ピンとこない。よろしくお願いします。はい、普段作詞作曲とかもされているカプキンさんですが、滑舌大丈夫ですか。大丈夫です。はいはいはい、全然伝わってます。はいはい、ですか。今日審査のポイントどこにしましょう。今日の審査はですね、やっぱりあの、はい、限られた時間の中でどんだけ自分を表現できるか、そこがやっぱり真面目、そこじゃないかなと。わかりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当にお越しいただいております。拍手でお迎えください。ガモンさんです。大人気ですね。大人気ですね。この人たちだけ騒いでるみたいな。受け継ぐ時もみんなこううわってなりましたね。はい、普段と全然違う感じですけど、今日どこ見ていきましょうか。いやー、ちょっとね、やっぱりこの知名度のある皆さんの中に放り込まれてしまった。何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。知名度ありますよ。本当借りてきたレベルだね。はい、やってきたいなと思います。そんなことございません。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。進出した方にはこちら、まずスマホ連動型スタビライザーオズモモバイル、そして照明セット一つのですね、何はい、そうですね、あのトップバッターということで、なぜ私がトップバッターになったんだろう。この後に吉本の後輩が控えている、そして新鮮に吉本社員がいる、非常に複雑な状況です。申し遅れましてですね、私元スーパー営業マン平原さん、こちらの初だと申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてその初田さんが挑戦する曲、あの海外にかけるとの国
口爆をするという初の試みでございます。正直ちょっと低かったんですが厳しいご演奏どうですか。逆に僕でもちょっと測りかれちゃってどれが正解なのかちょっと分かんないですね。ということで今のが吉と出るか今日と出るか今日も新々ですね。3点の点で1点、3点結構高いですね。14点ですか。14点ですね。はい、25点中14点でございます。はい。